どうもアリスキテラです。今回もセイントセイヤレジェンドオブジャスティスの方やっていきたいと思います。で今回は、ギルドの危機の試練の方に行ってみたいと思います。で前回動画上げて、まあ超えられない壁を超えていくという動画を上げて999万でしたっけ。ちょっと、桁覚えてないんですけどでそこはまあ超えれたということで、新しい壁ですね、199999の壁を超えていきたいと思います。で編成の方なんですけど、前回トレミーですね、トレミーさんの方が敵の攻撃力と防御力を落とすということで、まあ、なかなか優秀なキャラになってるんですよね。黄金の矢の方ですね。これが、通常攻撃で対象の攻撃力と防御力を 25% ダウンさせる。で、最大で、3層を重ね掛けできるということで、まあ、3回重複するということで、まあ、最大で重複すれば、攻撃力と防御力 75% ダウンになるはずなんで、大幅に、敵の、攻撃力と防御力を落とせるということで、まあ、トレミーさん編成していったんですけど、行ってたんですよね。ただ、どうしてもなんか後半の方、1999の壁を超える前に、味方がやられますね。というわけで、思い切ってトレミーを外して、代わりに、ミスティですね。シールドを貼ってくれるんで、ミスティの方は。で、最も HP が低い味方に、シールドを貼りますよね。ミスティさんの方が。これですね。気流の壁の方で、残り HP 比率が低い味方2体に、まあ、2体を回復して、さらにシールドを貼る。で、そして、自分自身に関しては、ダメージを受けるとシールドを貼る。そして、究極、奥義ですね。奥義を打つと、味方全体にシールドを貼るということで、まあ、シールドの鬼ですよね。なんで、まあ、ちょっと敵の攻撃に耐えれれば、もしかして1999の壁を越えれるんじゃないかと思ったんで、まあ、火力は落としたくないんで、思い切ってミスティとトレミーを変更して、これで、行ってみたいと思います。じゃあ、それでは越えれるか、目指して、ツラゴー。ミスティさん入ってる分耐久性能は上がってると思うんですけど、まあ、トレミーとどっちがいいのかって話ですよね。トレミーさんの凸が済んでないっていうのもあるんですけど、なんかやっぱりミスティの方が、まあ、シールド貼る分安定はしますよね、圧倒的に。で、他のアタッカーも育ってきたんで、火力はある程度出るようになってきたんで、あとは、生存ですよね、むしろ。生存できれば超えられそうな気がするんで。さあ、まずは、この壁を越えて、さあ、次の頂きへ。さあ、ここを越えていきたい。199999の壁。ちょっと9何個いったか忘れて、合ってるかわかんないけど。さあ、時間的には残り32秒あるんで、時間的には大丈夫、いけそうな感じがある。あとは耐久の問題。ここでミスティがシールド貼って、うん、シールド貼ってくれるから、仲間が押しづらいんで。さあ、残り19秒、どうだ？超えれるのか？あとちょいだけど、あとちょいだ。超えたいぞ。あっと、アイオロスが落とされたけど、ちょっとこれいけるんじゃないか。いけるんじゃないか、もうちょいだ。オッケー、いけたぞ、よし。いけたー。初めていきましたね。なんとトレミーよりもミスティ入れた方が、後半もあれですね、なんか、耐久力上がって、いけましたね。うん。というわけで、まあそうですね、ある程度アタッカーが育ってきて火力が出る方は、もしかしたらトレミー外してミスティの方が安定するかもしれないんで、試してみてください。私はそっちの方が安定する感じだったんで。まあトレミーも全然使えると思うんですけど。というわけで、じゃあ、最後にガチャを回しましょうかね。で、投資ガチャの方は回しちゃったんで、星占いの方。あ、
そうそう、あれをもらってから、これをもらってから、オッケー、今期宝箱。じゃあ昨日ゴミカスだったんで何かいい、あ、でもこれがもらえるな今日、嬉しい。じゃあ行きましょう、10連でレッツラカモン、来い。3枚引きとか2枚引きとか見たことないんで、さあ素晴らしい引きを見せるんだ。黄色く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 、ゴミだなマジでまあでも投資ガチャよりマシだな。星さんが5体も出たんで、うん、まあ当たりの方かもしんないこれ、星さん5体は。じゃあ単発へ、単発へ、単発の奇跡、単発の奇跡、単発の奇跡で、いやこのガチャ演出ないのがちょっと寂しいよな。おっと、トレミーだトレミー、ちょっと私使わなくなっちゃったけどこのさっきの危機のところでは、というわけで、じゃあ最後もう一個ですね、これを引いて終わりましょうかね。提供割合、何が欲しいかな。ミロ持ってないんですよね。で、ミロさんは、めちゃくちゃ使えそうな気がしてるんで、ミロか、アイオリアもちょっと凸を考えたらいずれは欲しい。シュラも、あ、カミューはもらえるんで、ミロかな、やっぱりミロが欲しいですね。じゃあ、引きましょう。ミロー、カモン、あ、シュラオッケー、まあ、シュラも、まあ、トツを考えたら、うん、いいでしょう。よかったですね。とりあえず。というわけで、また何かありましたら動画の方を上げていきたいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。